武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の科学の勉強について話していきたいと思います。こちら時間が110分で題問が4題出題されており、理論、有機どれもまんべんなく出題されております。で、計算問題、記述問題、論述問題それぞれ出てくる形になっておりますので、記述論述対策必須でやっておく必要があります。で、レベル的には一部難しい問題が入っていることもありますが、基本的には標準問題中心なので、マーチレベルの問題ができれば十分です。なので国公立標準問題集キャンパス、こちらをやり込んで、計算、記述、論述それぞれに対応できるようにやっておいた方がいいでしょう。で、余裕があれば重要問題集の A 問題などをこなしてさまざまな問題に対応できるようにしておいた方がいいでしょう。 B 問題まではさすがに、やれなくてもいいかなとは思います。で、ここの理科は基本的に時間がかなり長めで、問題数もやっぱり多くなってきてしまっていますので、苦手分野などは作らないで、しっかり全分野、特に例えば特に怖いのがやはり計算が弱いとか知識が弱いみたいな、もう大まかに偏りが、がっつりあるような状況は非常に怖いので、またそれこそ理論が苦手とか無理が苦手とかっていう場合もそうですね。なので、しっかり、全体的に、仕上げるように心がけてください。で、答えの暗記ではなく、記述論述がちゃんとできるように、学習を心がけましょう。以上が科学の勉強となります。